行方不明者の捜索や犯罪捜査に活躍する花の捜査官ともいわれる嘱託警察犬、今日金沢市内で審査会が開かれました。課題の布の匂いを嗅いで同じ匂いの布を5つの中から探してきます。見事成功です。嘱託警察犬は民間で訓練を行い、行方不明者の捜索や犯罪捜査などで活躍します。金沢市の金岩海浜広場で行われた審査会には18匹が出場しました。中にはこんな出場犬も。大谷翔平選手がワールドシリーズを戦う中、愛犬デコピンと同じ犬種といわれるコーイケルホンディエのリブレも挑戦します。見事成功です。審査では足跡を追うことができるか、指示に従うことができるかなど警察犬として必要な能力を確認します。匂いを嗅ぎ分ける臭気選別は風の影響もあり、経験のある犬にとっても難しかったようです。かなり難しいね。今日の出来はいかがでしょう。いやー、こんなはずじゃなかったんけど悪かったね。これを受けないと次の1年間やっぱ活動できないということなので、しっかりここは、まとめていきたいと思ってたんですけども、ちょっといい結果が出ませんでしたね、はい。警察犬は主に行方不明者の捜索など今年1月から9月末に81件出動したほか、能登半島地震では被災者の捜索活動に参加しました。県警では今日審査の結果をもとに来年度活動する嘱託警察犬を選ぶ予定です。